ティトゥス・マンリウス・インペリオス・ストルクアトゥスは、紀元前4世紀の共和制ローマの政治家、軍人、失政官を3度、独裁官も3度務めた。父のルキウス・マンリウスは、紀元前363年に独裁官に任命されているが、これは宗教儀式のためであり、戦争のためのものではなかった。これに対して、古民間からの激しい反発を招き、 任期が終了した紀元前362年には裁判にかけられている。訴えられた罪の一つとして、会話困難を理由として、ティトゥス・マンリウスをローマから追放し、労働者として働かせたというものがあった。父に対する告発を知ったティトゥス・マンリウスは、五民館、マルクス・ポンポニウスの家に行った。ルキウス・マンリウスに対する、さらなる罪状も期待されたため、 彼はすぐに招き入れられた。しかし、二人きりになると、ティトゥス・マンリウスは、隠し持っていたナイフで、父を告発する民会を開催しないと公式に、宣言しない限り彼を刺し殺すと脅し、ポンポニウスはこれを受け入れた。このティトゥス・マンリウスの親孝行は、彼の評判を上げ、その年の後半に、トリブヌス・ミリトムに選ばれている。紀元前六十一年、ティトゥス・マンリウスは、 独裁官、ティトス・クインクティウス・ポエヌス・カピトリヌス・クリスピノスの軍の一員として、ガリアと戦った。巨大な体育を持ったガリア人が一騎打ちを求めてくると、しばらくの間誰も応じなかったが、ティトス・マンディウスは、ティトス・クインクティウスの許可を得て、これに応えた。肉体的には劣っていたにもかかわらず、彼は、ガリア人の下腹と素霊部を攻撃し、これを倒した。 その後死体からトルクを剥ぎ取り、自分の首にかけた。この時から、彼はトルクアトゥスというアグノーメンを名乗るようになり、彼の子孫もこれに習った。ティトゥス・マンリウスの息子は、ラティウム同盟軍の勇士の挑発に耐えきれず、彼の持ち場を離れて戦った。紀元前353年、エトルリア最大の都市の一つであるカエレ攻撃のために、独裁官に任命された。しかし、カエレは、 ローマに施設を送り、講和を求めた。このため、作戦目標をファルスキに変更したが、ファルスキに到着すると住民は逃亡していた。このため、ローマ軍は周辺を略奪したが、都市はそのままにして、ローマに戻った。ティトゥス・マンリウスは、紀元前348年にも独裁官に選ばれたが、これは選挙の監視のためであった。紀元前347年に、 初めて執政官に就任、3年後の紀元前344年にも2度目の執政官に就任した。紀元前340年、ティトゥス・マンリウスは3度目の執政官を務めており、また当時ローマはラティウム同盟の指導的立場にあった。この年にルキウス・アンニウスが率いるラティウム同盟の使節団がローマを訪問したが、彼らは元老院での議席。 失政官になる権利など、ローマと対等の同盟関係を求めた。しかし、ティトゥス・マンリウスは、ローマの主審ユーピテルの信託として、これを拒否した。ユーピテルを悪用され、アンニウスは、民会の階段に意識を失って崩れ落ちた。ティトゥス・マンリウスは、ユーピテルがアンニウスを倒したように、自身もローマの敵を打ち倒すであろうと述べた。ラテン同盟の使節団は、 人身保護を求め、護衛のもと安全に、ローマを去った。ローマは、ラティウム同盟に対抗するために、サムニウムと同盟した。戦争中、ティトゥス・マンリウスと、同僚失勢官のプブリウスデキュースムスは、軍に、過去の規律を取り戻させるべく、何人も許可なく、持ち場を離れることは許されず、それを破った場合は、死刑とすることと決定した。しかし、ティトゥス・マンリウスの息子は、 手柄を求めてこの規則を無視し、彼の持ち場を友人に委ねて、自身はラティウム同盟軍といくつかの小ゼリアを行って、これに勝利した。身の息子が規律を乱したことに、ティトゥス・マンリウスは大声で嘆き、軍団兵士に整列を命じた。息子を出席すると、続いては、規則通りに彼を処刑し、全兵士に恐怖を与えた。これが、マンリウスの規律である。 もう一人の失政官、プブリウス・デキウスは、勝利のために自身を犠牲に捧げた。その後、ティトゥス・マンリウスは、ウェスウィウスの戦いで、ラティウム同盟軍に勝利し、カンパニアに撤退させた。続いて、トゥリーファヌムの戦いに勝利して、戦争を終結させ、ローマへと戻って、凱旋式を実施した。すでに健康を害しており、アンティウムとの戦いに出征することはできず、 ルキウス・パピリウス・クラッシュスが独裁官に任命されて、これに対応した。ありがとうございます。